自動車メーカーのダイハツ工房は19日、約34万台の車を対象としたリコールを発表しました。最悪の場合、パーキングブレーキが解除できなくなる恐れがあります。リコールの対象は、ダイハツの、タフト、タント、トール、スバルの、シフォン、ジャスティ、トヨタの、ルーミー、など合わせて8車種、約34万台です。ダイハツによりますと、電動パーキングブレーキを制御するコンピューターのプログラムに不備があり、最悪の場合、パーキングブレーキが解除できなくなる恐れがあります。これまでに事故は起きていないものの、パーキングブレーキが解除できないなどの不具合が、401件確認されているといいます。ダイハツは、車の所有者などにダイレクトメールなどで通知し、コンピューターのプログラムの修正を行う方針です。問い合わせは、ダイハツお客様コールセンター、80億500万182へ、ネットの声、電子制御でブレーキははっきり言って信用していない。逆にブレーキがかからず車が動き出し事故につながったなら責任の所在は、電子制御が多様化すれば運転者はぐうたら、無責任になりやすい。今回は解除不能だがそれに対する対策がなかった。車が動かない方向の異常ではあるが指摘には通常は使わないが機械式で強制解除できる改善が必要だな。災害時、早急な避難が必要な時、車が動かんでは逃げ遅れや最悪死亡も考えねばならん。国内外全メーカーは見ただし、市は必須、元ディーラースタッフです。34万台、途方もない数字だ。コスト削減による部品の共通化、OEM による同車種の展開、それらの弱点はリコール時の、負けの連鎖。こういう時に一番被害を被るのはお客様方、二番目がディーラースタッフです。通常の販売目標や各種点検の入庫目標を毎月クリアするのも大変なのに、そこへリコール対応が加わると工場などはもう地獄。メーカーはアナウンスを出した後、ほぼほぼ販売店任せ、ふざけるなと、お詫びやねぎらいの言葉なんかいらないからさ、リコール対応用の工場やメカニックを含めた専用スタッフを用意してあげろよ。ヒットの数は限られているし、車検予約は1ヶ月先まで埋まってるのがザラ。リコール対応は1ヶ月後になることもあり得る。現場は本当に大変だぞ。お客様を、販売店スタッフを大事にしてください。メーカーさん、頼んます。電子化の弊害の最たる事案ですね。家電製品のリコールと同じです。AI による電子制御はダメになると普通の人による対応は無理です。確かに安全運転支援で AI による恩恵はあります。しかし、これだけ電子機器を使用してるとバグや異常信号を皆無にするのは無理。機械式ですと、徐々に変化があり、何か変だな、となり、定期点検整備で修理できる場合が多いです。電子系統は突然ダメになります。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南高校。